今回のテーマは選挙人270です。選挙人は各州の連邦上院議員の数と連邦下院議員の数を合計したものです。首都ワシントンに隣接するバージニア州を例にとってみましょう。現在私がオバマ陣営の中に入って草の根運動をしながら研究をしている州です。連邦上院議員が2名、連邦下院議員は11名、合計13がバージニア州の選挙人です。最も多い選挙人はカリフォルニア州の55です。選挙人の総数は538です。過半数の270を獲得した大統領候補が勝利を収めます。最も選挙人の多い州はカリフォルニアの55です。4年前の大統領選挙ではオバマ候補が365、マッキーン候補が173を獲得しました。オバマ候補は必要な270に対して95の貯金を作りました。ほとんど全ての州でアメリカは1票でも多くの票を獲得した候補者がその州の全ての選挙人を得るという勝者総取りのシステムを採用しています。アメリカは激戦州における選挙人の獲得の争いです。激戦州は共和党でも民主党でもないどちらの党に揺れるかわからない州なので揺れる州とも呼ばれます。また民主党の党のカラーは青色です。共和党は赤色です。青色と赤色を混ぜると紫色になるので激戦州は紫色の州、つまりパープルステートとも呼ばれています。バージニア州は激戦州であり揺れる州でありパープルステートとも呼ばれています。